おはようございます。すみません、社長からみんなで学んでいるので、静かにやっておりますけど、先ほどですね、まだこの正式決定ではないんですけど、まあ、リゴンドに代わってドネアが、カシメロと統一戦っていうね、まあ、話があると。で、まあ、その代わってっていうのはね、ちょっとあれなんですけど、まあ、普通に、まあ、リゴンドとカシメロが統一戦があって、その勝者がカシメロだった場合っていうふうにね、可能性もあるのかなとは思うんですけど、まあちょっとそこはね、まだ正式な発表っていうのがないので、まあもう、今日中にはね、分かることだと思うんですけど、まあ、そこでね、まあもし、その、ドネアとカシメロが、その8月14日決戦っていうことで考えると、まあリゴンドがかわいそうですね、と。そうなった場合、まあこの間ね、視聴者さんとも話したんですけど、まあリゴンドもね、年齢が年齢だと。いうところで、まあこの先ね、やっぱ何十年もあるっていうわけじゃないというところで、で、まあ、せっかくねリゴンドが、スーパーバンタムからバンタムに落としてきてくれて、で一時はね、モンスターとの対決なんていうね話も出ててっていうところで、やっぱ日本人のねこのボクシングファンの中ではね、やっぱり、リゴンドとモンスターとね、試合が見たいよっていうね声ももちろんあると思うんですよね。でまあドネアよりカシメロがねこれ王座統一戦やるってなった時にモンスターがねちょっと手が空いちゃうんで、そこでもうこの機会を逃すとね、もうリーグ運動と戦うことなんてないんで、だったら、WBA のスーパーチャンピオンの、モンスターと、まあ、2番手の正規チャンピオンの、リーグ運動の、統一戦なんていうのもね、面白いかなというふうに思いますね。まあやればね、まあ、これもねリゴンドが、どう来るかっていう話なんですけど、まあモンスター相手にモンスターの土俵でボクシングしてこないと思うんですよね。危険だっていうのに分かってるのは多分リゴンドだと思いますし、でも、まあ数年前ですけどロマチェンコとも試合をしてるんですよね、スーパーフェザーで。なるとモンスターの一撃っていうものを、まあ、どうなるかですね。その受けた時にリゴンドの耐久力というかね、桁外れのパンチが飛んでくるわけじゃないですか、バンタムっていうね、モンスターあれをねどう受け取るかというところだと思うけど、もう打ち合うっていうのはねちょっとしてこないんじゃないのかなと。もう全然ね違反覚悟で、まあ、その塩漬けっていうところに持っていきたいと思うんですね、リゴンドは。なのでね、まあ、結果的にモンスターが追う形でリゴンドが足を取って裁く、そして、時折このね、素早いパンチでの出入りっていう風に、まあ、私はね想像はしてるんですけど、まあ本当にねちょっと全然気は早いんだけど、カシメロとドネアが、統一戦をする場合に、それだったらリゴンドが空いちゃってる、モンスターも空いちゃってるってなったら、まあ、これね、試合っていうのも面白いんじゃないのっていうね、ちょっと前向きな、話でした。はい、まあ、皆さんもねぜひコメントがあればよろしくお願いします。